で18日で丸29年になります。いや、あっという、いや、もう本当にね、あっという間なんですよ。ですから、なんていう月日の、まあ、やることは山ほどあってということで、あの学生で来たんですけれど、まあ、留学はしない、結婚はしない、子供は持たない、まあ、子供を持たない方が参画されるのも楽しいかなと思います。さて、この右手の方、これがテレビ塔です。そして、あの9階にも連合の昔は何なんだったんですが、今何なんですよっていうのがたくさんあるんですが、これは昔も現在も視聴者というわけです。1869年、ちょうど幕末ぐらいと思ってください。なんか修復はされているんですが、赤の視聴者、素材がレンガですので赤いので赤の視聴者と言われてますが、ちょうど社会主義の時代にはぴったりの名前だったんです、ね、でも社会に、そして東ドイツはソ連、そして西ドイツは米英仏にと管理を独立にしましょうなんですが、この先ほどの、ニコライ教会より30年後に作られた教会というわけです。そして1500年前にはマルティニタの諸国家庭が、これ素晴らしいのは、ね、あの死の葡萄といって、死の塔で断然といって、亡くなる時は北の方に前方ですが、マルクス・エンゲルスの像が、ちょっと見えますね、このハローベルリンの後ろ側になります。本当はもっと左側の奥で、そしてそこの分かりませんので、出来上がったらお電話しますのでいらしてください。で、あの音響の残りはどこに残ってるのっていうと、左側の